15日利用することができ、好きなタイミングで買取品を持ち込むことができるロッカーなんです。その使い方は、まずアプリの LINE でアカウントを登録し、次に名前や住所、電話番号などを入力、最後に買取品の数や種類を入力するだけ。では早速預けていきます。QR コードを読み取ると、ロッカーが開きました。でかいな。そしてここに売りたいものを入れる。これで完了。簡単ですね。今回草薙さんは洋服2点を査定してもらいました。ロッカーに入れてから1分以内に連絡を取り、承諾すると買取金額を受け取ることができます。買い取りをお願いした洋服の査定結果が出たので、早速確認していきます。果たしていくらになったんでしょうか。査定金額2800円です。お客さん反応じゃないかがでしょうか。ご利用していただいたお客様には、待ち時間なく利用ができたであったり、営業時間外で預けられるのは便利なのだという声をいただいております。現在1都2県の9店舗に設置されていて、眠たかい、続々と増やしていくそうですよ。眠たい。続いて紹介するのは、東京駅構内にある今年3月に設置されたばかりのこちらのロッカー。一見普通のロッカーに見えますね。東京駅にあるということですから、旅行に使う何かですかね。あらゆるスタッフが事前に予約して利用してみます。ロッカーの中から出てきたのは赤い袋、その中身がこちら。ドライヤーやヘアアイロンなどが入っていました。ということで草薙さん正解です。こちらは新幹線での移動や滞在先であると便利なものを借りることができるロッカーなんです。借り方は前日の午後5時までにスマホで予約するだけと、とってもシンプル。いくつか商品ありますね。一般道シートベルト待ち伏せエリアに注意。
ちらのサービスでは不要なんです。早速商品をロッカーに入れてみましょう。メルカリを選択し QR コードを読み込み空いているロッカーを選択すると、あ、開きました。ここに商品を置いて、あっという間ですね。商品の発送の手続きが完了しました。ロッカーに入れた商品はヤマトホームの配達員が購入者のもとへ届けてくれます。現在は全国およそ300棟のマンションでこちらのサービスを行っていて、来年の3月までに3000棟の設置を目指しているんだそうです。進化が止まらないロッカー、ぜひ皆さんも活用してください。はい、ということで今回は売ったり借りたりそして遅れたりという便利なロッカーをご紹介しましたが、まさみさん気になるロッカーありましたか？もうこのロッカーコーナー好きですね。本当ですよね。すごい全部気になります。はい、特にこの買い取りロッカーは24時間こう預けられるだけじゃなくて、その査定中の待ち時間も軽減されるし、なおかつあこの人こんなの着てたんだとか、なんかもし売らないけど水着とかね持っていたとして、はい、なんかこんなのなんだって思われない、なんか対面じゃないちょっと良さをちょっと利用してみたいので、ぜひどんどん増えていってほしい。そうですね、サイズが大きいところもあったんですけど、過去には掃除機やカラーボックスなどの通常のロッカーには到底入らないような商品の買い取りもあったそうです。でメルカリ私よくコンビニで出すことがあるんですけれども、こうちょっとレジが並んでるときは申し訳ないなっていう気持ちがあったりするのでいいなと思いました。さあ今回改めてご紹介したセカスト買い取りロッカー JRE 手ぶら旅のロッカー、最後のロッカーを使った楽々メルカリ便はそれぞれスマートフォンから利用することができます。各ホームページをご覧ください。明日のアライーナはこの時期に行きたい気軽に楽しめる今人気の低山登山をご紹介します。お楽しみに。続いて林先生の言葉検定スマートです。おはようございます、林修です。今日は5月10日、昨日に続いて料理の話をします。住田さんは本膳料理というのは聞いたことあります？本膳料理、はい、日本料理の正式な膳立てのことを言います。室町時代に武家が客をもてなすために始めた料理形式と言われているんです。これは織田信長が徳川家康をもてなしたご馳走です。これで一人分です。結構多いですね。戦国武将は戦で成果を上げた家臣の働きをねぎらうため、あるいは敵と和解に合意した後などたびたび豪華な宴席を準備していました。ちなみにこの料理の準備役を務めたのは明智光秀。この後本能寺の変で信長が倒れ、豊臣秀吉そして徳川家康の時代に変わっていくんですね。そんなわけで今日はその家康が築いた徳川幕府の将軍の食事で多く食べていたものはどれかという問題です。選択肢の青は鯛の天ぷら、赤はキスの塩焼き、緑は来賓の話まだ続く。答え合わせと林先生の解説はこの後です。重さだね、バカだね。この肌とあと50年。
毎日を生きるんだ。その場しのぎじゃない、一生ものの素肌。ファンケル。選択するのは難しい。今の課題か、それとも未来か。今？未来？すべてにイエス。サービスナウのプラットフォームならすべてを実現できる。世界はサービスナウでうまくいく。もうすぐだ。はい、お母さん。あ、そうだ。その子のためにも学資保険ね。こちらカンポさん。学資保険リニューアルしました。それにカンポ生命は。どうしたの？ナンバーワンだって。学資保険ナンバーワンはカンポ生命。おかわり。キッコさんとキッコちゃん。生醤油を料理に使うのもったいないと思ってる。おかわり。料理は生でずるいほどうまくなる。生醤油